こんにちは、ミロクです。じゃじゃん。はい、こちらなんと犬友さんがですね、いつもおやつくださる、犬友さんがいるんですけど、こんな可愛いのに入れて作ってくれたのは、ちょっと待って待って、ちょっと待って、ココちゃん、ちょっと待って、紹介させてよ。じゃん、見て、これマフィンかな。この犬用にマフィンを焼いて、これブルーベリーが乗ってるんだって。目にいいですよって言ってね、くださったんです。ありがとうございます。あー、おいしそう。さあ、これをココちゃんに、はい、どうぞ。ココちゃん、ちょっとよだれ出しすぎじゃない？おいしい？おいしいね。一気に柔らかいからいけるかもしれないな。はい、すごい綺麗な色で、いける？ちょっと大きかったかな。あ、分かった。まだあるからね、ココちゃん。本当にすごいよね。作り方とかもね、教えてくださるんだけど、いや、本当すごいわと思って。はい、はい、おいしい、おいしいね。ちょっと細かくしようかな。こんな美味しいの食べれる？大丈夫？柔らかいからいけるね。美味しかったよ。もう一個食べようか。これね、お目目にもいいんだって。ほら、ブルーベリーが入ってるから、よかったね。そうで、目はね、ほんとすっかり良くなりましてね。はい、やっぱりちょっと擦りつけたりしないように気をつけなきゃなとは思うんですけど、もうご覧の通り、ほんとお目目もパッチリ、毎日パッチリ開いてくれます。おいしいおやつで元気出してね。まあ、全部一気に食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃうから、またね。はい、ということで、犬友さんの美味しいおやつをいただきましたという動画でした。ご視聴いただきましてありがとうございました。ごちそうさま、ココちゃん。ごちそうさま。はい、ありがとうは、ココちゃん、ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったね。